今日、アニーとクララベルを修理に出すことにしたよ。寂しいよ。君たちなしであの難しいカーブをどうやって曲がったらいいんだろう。難しいカーブだ、難しいカーブだ。トーマス、そんなに落ち込むなって。僕は難しいカーブを曲がれない。アニーやクララベルがいないと役に立つ機関車になれないんだ。君は本当に役に立つ機関車だよ。それに陽気で楽しい友達さ。すると突然、厄介な私たちがトーマスの方に突進してきた。トーマスがどんどんスピードを上げていく。そして貨車たちを追い抜いた。そしてついに自力で難しいカーブを曲がりきった。暴走貨車がやってきます。早くポイントを切り替えてください。新しい駅を作ってくれたそうだが、お前はとても勇敢で役に立つ機関車だ。